東京都港区中国大使館都内一等地買収問題とは2011年4月26日に中華人民共和国政府が東京都港区南アザブに国家公務員共済組合連合会が所有する5677平方メートルの敷地を一般競争入札で落札したことに橋を発した一連の問題のこと 新潟市で新潟中国総領事館のモーズ小学校跡地移転問題名古屋市で名古屋中国総領事館の国家公務員宿舎跡地移転問題が同様に起きた中国政府は外務省に対し老朽化して手狭になった中国大使公邸などの建設用地として取得すると説明している5月17日財務省は中国政府が用途を変更したとしても日本政府が 検証することができないことを日本の領土を守るため行動する議員連盟の緊急総会の場で表明した。外国政府に対する土地売却については、外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令によって財務大臣の許可を得なければならないと定められているが、同政令第2条は外国政府とは財務大臣の指定した国の政府または政府機関を言う。 と定めているところ、外国政府の不動産に関する権利の取得に関する、政令により、財務大臣の指定する国により、中国を含む177カ国以外の国を適用対象としているため、中国には適用されない。民主党衆議院議員、松原人氏は、在中国日本大使館が、中国国内の土地取得を認められていないことから、相互主義になっていないと批判している。 また、自民党衆議院議員、新藤義隆は、中国が取得した土地の使途を、日本側がチェックできないことはおかしいのではないかと、疑問を呈している。自民党の小野寺一則議員は、日本側は、都心の一等地をどんどん買われ、中国の日本大使館は借用ということであれば、一体相互主義と言えるのか。これは、多くの日本人が感じる疑問でありますと衆議院。 外務委員会で指摘している。桜井よし子は、日本の在中国交換がすべて賃貸であるのに、対して、中国交換は、住民の強い反対運動で売却が阻止された、新潟と名古屋を除いて、土地も建物もすべて、中国が取得しており、中国が取得した土地は、固定資産税が無税とされていることから、相互主義とは、名ばかりのものであり、実態は、 変無主義であると非難している。ありがとうございます。